徳の切るところは、第一、第三国が帝国の起とする品事変の関水を妨害せなること、第二は帝国を異様する諸国家が帝国に対する直接軍事的脅威を行われることはもちろん、経済封鎖のごとし適正行為を解除し経済的正常関係を回復すること、第三、欧州戦が拡大し火炎の東亜に波及することを極力防止することであります。以上三項にわたる目的が外交交渉によって貫徹されますならば、一人帝国のためのみが世界平和のため誠に幸いであると信ずる次第であります。